こんばんは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2023年4月28日になります。我が家は明日からゴールデンウィーク9連休になります。直前までカレンダー通りのお休み予定でしたが、急遽長期でお休みできるようになったので、週末だけでは行きにくい東北方面を旅したいなと思い、このような本を購入し今向かっているところです。大まかに行きたいと思っている場所はありますが、キャンピングカーでの運転の疲れ具合がわからないので、お風呂や車中泊場所も未定です。こういったことができるのがキャンピングカーの魅力の一部かもしれませんね。途中お腹が空いたので、上川内サービスエリアのトンキッキさんにてダブルの宇都宮餃子をペロッといただき、さらに北上します。ただお腹が満たされた後は睡魔との戦いで、国にサービスエリアにて仮眠させていただきました。おはようございます。4月29日は昨晩仮眠させていただいた国見サービスエリアからのスタートになります。3月にレガードを購入されたばかりのご夫妻と偶然お会いして、楽しくお話をした後は最初の観光地として選んだ一ノ関に向かいます。今日はとってもお天気が良くてドライブ日和です。気持ちいいですね。東北自動車道の一ノ関インターチェンジで降りて4キロほどのところにある芸備系を目指しています。こちらでは約2キロにわたって続く高さ100メートルほどの断崖渓谷を船下りで楽しめるという観光地になります。夫は歩くことが苦手ですし、私自身も左膝の半月板を損傷しているので、今回の旅ではなるべく足に負担がないように計画したいと思っています。そろそろ船下りの乗り場に到着です。こちらで受付を済ませて船に乗ります。船頭さんお一人で船を漕いでいきます。昔は砂鉄が取れたことから砂鉄川と言われているこの川を往復するようです。とっても穏やかな川ですね。川の両サイドにある岩山にはそれぞれ名前が付けられています。こちらの賽銭箱にお金が入るときれいな音色が聞こえるというからくり箱になっているそうです。こちらの古東家という場所は一年中冷たい風が吹いている場所だそうです。
今ご覧いただいている景色はチケットにも使われている場所だそうです。30分ほど進んだところで一度上陸して歩いて散策することができます。いかがですか？とっても素晴らしい景色ですよね。綺麗な景色を前に2人で記念撮影をします。そしてさらに進んでいきます。泳げるだろ。え、泳げる。あの、ぬるい。最後に運試しができるというポイントがありました。ホラー穴見てどうぞ。皆さんならどの運が欲しいですか？財だよね。そりゃ財だよ。財が入らなかったら悲しいじゃん。でもだってもっと財だから。財の石ね。財の石、はい、買いました。3個100円。ご覧いただいているように正面に開いた岩穴に自分が叶えたいと思った運玉を一生懸命入れようと皆さん投げています。全然それじゃ手前に落ちるな。その投げ方じゃほら。どうやってやったの？100円捨ててんのか。ご覧いただいたように運試しは残念な結果でしたが、とても楽しめました。帰りの船下りではこれから行かれる方とすれ違ってご挨拶です。こちらは海外からいらっしゃった方です。皆さんとても素敵な笑顔をされています。袋では船頭さんの警備追い分けを聞きながら景色を楽しみます。実際今乗っているこの船も船頭さんたちによる手作りということでびっくりしました。今回は春の新緑を楽しみましたが、秋の紅葉の時期も良いと思いますし、冬にはこたつ船というのも出るとのことで、雪景色を見ながら乗るのも
魅力的ですね。また違う季節に訪れたい場所です。いかがでしたか？次の目的地は一ノ関から近い平泉になります。平泉と聞いて真っ先に思い浮かべる観光地はどこでしょうか？世界遺産にも認定されている場所、中尊寺が次の目的地になります。本来ですと平泉の町の探索マップを片手に、世界遺産の場所中尊寺だけでなく毛通寺や無量光院跡、観自在王院跡、金鶏山なども見て回りたかったのですが、今回は足のこともありますので中尊寺の金色堂を拝観したいと思っています。第一駐車場から一番近い中尊寺の入り口がこちらになります。今ご覧いただいているこの道が月見坂と言われているところです。割と前半は急な上り坂で、2人で少しずつ休みながら登っていきます。中尊寺の本堂に到着です。こちらではお天気も良いこと、またゴールデンウィークということでたくさんの人がいらしていました。今回の旅で楽しみにしていた場所でもある金色堂に到着しました。こちらは藤原氏4代が眠る阿弥陀堂になります。初代の清平によって建てられた金色堂は金箔で覆われた阿弥陀堂になっています。内部の撮影ができないのでいただいたパンフレットを掲載しますが、こちらに来られる機会があればぜひご自分の目で拝観されることをおすすめします。とても素晴らしい阿弥陀堂でした。金色堂を出るとあちこちに場所を抜く碑があります。いつもになくたくさん歩いたのでだいぶ疲れてはいるようですが、帰り道になってやっと笑顔が出てきました。いかがですか？こういったものを見るとなぜだか顔を出して撮影してみたくなってしまいます。
ということでやってしまいました。第一駐車場まで戻ってきて、こちらのお店でお昼をいただきます。夫は前沢牛の牛丼セットを注文しました。吉野とどう違うの？吉野のアメリカ牛、これは前沢牛。私は天ぷら付きのわんこそば12杯を注文していただきます。わんこそば12杯といっても約1人前とのことです。だしが美味しい。おつゆが麺も美味しいけど、食後盛岡まで移動して、岩手県で第1位になったことのある天然温泉木森の湯というところを目指します。こちらは高濃度の炭酸泉ということで、体の芯から温まり疲れを取ることができました。入浴後、近くのスーパーで買い出しをして、明日の観光予定地近くの岩手山サービスエリアに向かいます。本日の、夕飯、イオンで買ってきましたお弁当です。レガードになって初めて車中飯をしま、車中飯はどこで作ったか、とりあえず食事します。で、私は198円の海苔弁、ナオミは148円のタケノコご飯弁当、そしてつまみのきゅうり焼き鳥、いちごのパリエ、これも割引 30% 引き348円、そしてトルコ産のオレンジ、非常に甘くて美味しかったです。今日はこのまま岩手山サービスエリアにて仮眠させていただき、明日に備えたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。昨晩お世話になった岩手山サービスエリアを出発して十和田湖を目指します。昨夜から降り始めた雨がなかなか止まない状態ですが、十和田湖周辺を散策する際には止んでくれたらいいなと願いを込めながら北上中です。十和田湖インターチェンジを出て十和田湖を見下ろせるという八ヶ峠展望台を目指しています。八ヶ峠展望台に到着しましたが、ご覧いただいているように十和田湖をはっきりときれいに見ることができず残念でした。展望台を後にして十和田湖畔までどん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 と降りていきます。十和田湖では遊覧船が通常運航されていますので、乗るのを楽しみにしていましたが、本日は強風のため1日欠航が決まっているというふうに言われてしまい、がっかりしました。湖畔近くにある十和田神社を参拝するために近くの駐車場に停めて向かうことにします。この十和田神社は恐山と並ぶ霊場で、開運の聖地とも呼ばれているそうです。
ご存知でしたか？お参りを済ませたところで、ナオミライフさんですよねと声をかけていただきびっくりしました。30分くらい立ち話をして記念の撮影をさせていただきました。こちらは十和田湖のシンボルとして有名な乙女の像の彫刻になります。こちらはとても有名なのでご存知の方も多いと思います。この前で記念撮影をしました。ご覧いただいているように海のように打ち寄せてくる波、わかりますか？とっても風が強い日でした。これだとやはり遊覧船には乗れなくて当たり前ですよね。風が強い中ですが、湖畔を少しだけ散策して回りました。すごい風だわ。海みたい、海。ああ、うん、ここら辺ほど波がパシャーンって、うん、十和田湖の B 級グルメとして有名なバラ焼き定食をいただきました。牛バラ肉が特製の甘辛醤油だれで味付けされていてとっても美味しかったです。風が相変わらず強く吹いていますが、雨が上がって満開の桜を見ることができました。綺麗ですよね。次回来た時には遊覧船に乗ってみたいなというふうに思います。今日はこれから明日青森県で行きたい場所の近くまで移動してみたいと思います。で、途中でお風呂に入ってって感じかな。安全運転でお願いします。いつも安全運転です。本当ですか？どの顔して言ってますか？途中で少し休憩をしようということで、道の駅虹の湖というところで休むことにしました。とっても綺麗に桜が咲いています。ゆっくりと休憩をした後、今日の入浴施設をどこにしようかと探しながら走っています。今日のお風呂は天然温泉和の湯というところで、家族風呂に初めて入ってみます。皆さんは家族風呂に入られたことありますか？私たちは今回が初めて入ります。こじんまりとしていますが、とても温まることができました。何やってんのそれ、筋肉ないけどどうですか湯加減は？気持ちいいね。温度もちょうどいいね。それは良かったです。これ色茶色いけど何なんだろうね。洗ってないじゃん
怒られるよそんなこと言ったら。今日の夕飯は先ほど、銭湯和の湯さんで、近くのスープありますかって聞いたところに来ています。ビッグというフードディスカウントのスーパーらしいです。イオン系ですね。行ってみたいと思います。美味しいものがあるといいんですけど。買い物を済ませた後、青森県の道の駅としてとっても有名な道の駅浪岡さんに向かっているところです。こちらではアップルパイがとても美味しいということで有名です。これ、アップルパイ。大きいよ。一人で半分こする？食べる？すごい重いよ。これがリンゴのチーズケーキ1つ買います。それから焦がしバターのリンゴケーキ買います。で、リンゴのケーキ買います。はい。今日の我が家の夕飯は、スーパービッグで購入したものがメインです。ナポリタンと中華春雨サラダとフライドチキンと、これは、マグロのたたきですね。たたきの巻物、それからナスの揚げ浸しと、レバーの煮たやつ、あとサラダです。あとデザートはこの中のどれかを食べます。今道の駅で買ったものです。では今日の夕飯です。いただきます。お友達に会えたね。まさか知ってる人とは。こんばんは。こちらの道の駅浪岡さんにて車中泊をさせていただきます。今回の動画は4月28日夜から4月30日までの内容になります。この続きの動画は青森県に行くなら絶対に行きたいと最初から決めていた場所を訪れる予定ですので、またご覧いただけると嬉しいです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。